新絵半熟エピソード5でございます。いかがのお過ごしでいらっしゃるのでしょうか。皆さん、なかなか、今の時代は面白くてしょうがないと思います。どういうことかと言いますと、ちょうど、昨日ここカナダで、この町に、総理大臣がやって来られたわけなんですよ。若くてなかなかハンサムボーイで49歳のジャスティン・トゥルドー、総理大臣でございます。私は政治にあんまり関心がないわけなんですが、彼の一つの発言に非常に注意を払いました。これです。You deserve better. つまり、彼はスナップエレクションと英語で言いますけれども、直訳突然選挙を、要求するという、これは政治界の一つの技としましては、自分のその、政府のリーダーとしてもっとサポートされるがために、大体、大胆な発想を提案するということなんですね。大胆な発想を提案することによって、まあ大勢の方々は今までこの人はどうだったかな、まあまあサポートしようじゃないかと。そうすることによって、満期になるまでは待たなくてもマジョリティを獲得することができるわけなんですね。さあ何を先ほど言ったっけ、全員はワクチンを打ってもらわないとね。大体直訳はそれなんですよ。